サンフレッチェの選手たちは先ほど5時20分ごろバスで広島市中区の商店街に降り立ち、驚く買い物客などに24日土曜日に迫った開幕戦を PR しました。一行は上福新監督を先頭に選手そしてサポーター代表なども加わって応援を呼びかけていました。カープより一足お先に開幕いたします。ぜひスタジアムにお越しください。今週土曜日です。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。開幕戦は今月24日の午後2時からイオンスタジアムで行われます。